春のエギングシーズン到来。マイスターズアカデミア春のエギングバイブル。こんにちは、山下の川上です。今回は春エギングについてご紹介させていただきたいと思います。キャストの時はエギの重さ、今 3.5 ですけど、4号 4.5 号なんか使う場合、まあ、3.5 も含めてですね、エギの重さをしっかりここに乗せてあげる。振り子の野郎で振って投げる。風で孕んで余分な糸が出るんで、その時に小さなしゃくりをポンと入れて、糸吹きを取ってあげてください。スプールをオープンにしてる。この時少し横風なんかがあるとブワーってライン出てしまうんで、手でフェザリングっていうんですけど、こうパラ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 出しながら、エギのその沈下に合わせて糸を送り出してあげる感じですね。春の場合はですね、それほど激しいアクションっていうものに気を取られずに、丁寧にやることが一番大事です。そんなにどういう水深か、初めての場所ってなかなか分かりづらいんで、4号とかその早く落ちるものを使って。ついに日の出、日光が海面を照らす。来たよ。はい、出てます。春って非常にコウイカの、産卵期も絡んでて、少しアオリの産卵よりも早いんですね。雲がかかってるじゃないですか。でこういう時って日は高くても水の中にあまり光が通らないんですね。浅間爪と違って夕間爪ってどんどんこう光が落ちていくんですね。どんどん周囲は暗くなる。フラッシングとドット発光、ダブル効果のエギは効くのか。違うイカだ。コウイカでした。立派なコウイカ。そっと堤防に置くことで炭を吐き出す量が大きく減る。光量が落ちてきたんで、そういう時にケイムラの下地で、今ピンク投げてたんですけど、ナチュラル系とかダーク系っていうカラーを入れると、今までちょっと触りが浅かったものがしっかり抱き込んだりするケースがありますんで。カラー変更をしてキャスト。イカが触ってくるが抱き込まないという現状の打開はなるか。来たよ。よいしょ。甑島。鹿児島県西方45キロに浮かぶ豊かな自然が残る島々。シャローからディープまで変化に富んだ釣り場が存在する。来た。よいしょ。ほら。サイトフィッシングとしてはかなりの遠距離。狙うべきポイントとしてはウィードパッチ。海藻帯が密集しているような、上から見ると黒くなってる集合体、そういうところを狙ってますね。来たよ。糸の力が伝わりにくいので、必ず追い合わせというものを入れるとしっかりキャッチできます。この堤防 L 字になってるんですが、シャローなんですけれども、潮が当たると潮のよれができてベイトがたまるポイントなんですね。うん、ちょっとかかりが浅いかもわかんない。よいしょ。ありがとうございます。キロ超えましたね。季節によっては簡単に釣れてしまうことさえある。そんなアオリイカだからこそ丁寧な釣りが必要なのだ。ナーバスな春の釣りだからこそ要求される理論に基づいたカラーの選択やポイントの見極め、そして悪条件を克服するためのアイデアと、そこで生きてくる基礎的な知識と技術。我々はアオリイカエギングの真髄に少しだけ触れられたのかもしれない。